作中の、はい、最新版ですね、開発途中のバージョンを使って、ちょっと、ご紹介したいと思います、はい、楽しみです。じゃあどんどん進んじゃってかな、はい、体験コーナーの方では、比較的あのボス戦ですとか、はい、敵に追われるシーンですとか、うん、それちょっと迫力のある、ゲームプレイを体験コーナーの方ではお見せしてるんですけども、はい、今回製品版の方では、うん、こういう村人たちを助けて、はい、ゲームを進めることになりますので、まあ、それをご紹介します。お願いします。ちょっと落ち着けって。人助けなんて俺たちからしたら朝飯前だぜ。こういうのは慣れてるからな。ありがとう、本当にありがとう。はい、このようにあのゲーム本編には関係ないんですけども、うん、こういう困ってる人が、町の村のさまざまなところにいるんですけども、その困ってる人の願いをこう叶えてあげることによって、アイテムがもらえたりして、ゲームが有利に進められることになります。あ、じゃあいろんな村人に話しかけたりした方がより楽しみも、ね、はい、深まりますね。よっしゃ、鉱山に入るぞ。じゃあ最初にナックルズの方を使ってどんどん進めていきたいと思います。はい、もともとソニック、テイルス、ナックルズ、エミーの4人で行動してるんですけども、はい、まあ、ソニックとテイルスはあのその村人に気づかずに先に行ってしまいましたので、はい、うん、まあ、ここは残されたナックルズとエミーが切り替えながら進んでいくと、はい、マウスパッドだ。村人ですけども、はい、さっきのあのここね、炭鉱の中に閉じ込められてしまった仲間がいると、うん、はい、でそれを助けてくれっていうのが今回の、お願い事ですね、はい、今助けに、はい、はい、おっと、でナックルズはこのように壁を登ることが力強いですね、できるというアクションがありまして、うん、こうナックルズだと壁を登って、はい、壁を壊して一人目だ。次はどこだ。このようにこう閉じ込められた人をこう探していくと、ね、おー、はい、じゃあ2人目はエミ使って助けに行きたいと思います。さあここは今回 の、 その Wii U 版の太鼓の表ですけども、はい、こちらの方は、Wii U のゲームパッドを使って、はい、1P と 2P がこう完全に協力しながら、一人はテレビのモニターで、一人はゲームパッドを使って、はい、二人で協力してゲームを進めることができるというのが、Wii U 版の大きな特徴です。協力しながらできるんですね。なので今、一人でプレイしているので、はい、このようにナックルズとエミーを切り替えながら、うん、ゲームをプレイしてますけども、はい、実際に二人で友達同士で遊ぶときには一人がエミー、一人がナックルズという形で、はい、二人別々にこの閉じ込められた人を助けに行くと、はい、いう遊びができます。さあまた再びこれはエミーから変わりましたね。はい、次はナックルズで。やっぱパワフルさがすごい。壁を登って。今回ナックルズ、天井もこのように登れちゃいます。はい、すごい、すごい腕力ですね。あと一人、どこに嫌がる。あと一人で、先ほどあの 3DS 版の方は、はい、場所場所によってキャラクターを切り替えて進むんですけども、うん、もう今回のその Wii U 版というのはこう、この場合で言うとナックルズとエミーどっちでプレイしても構わないんですね。はい、そうなんですね。はい、なので、ナックルズ、エミーそれぞれの、進むルートが一つのステージの中にあるんです。なので自分の得意なキャラクターの方をプレイしていただければいいと、はい、いうのがこの Wii U 版のマルチプレイ。なるほど。さあ、一生懸命エミーがジャンプしてます。あ、そしてここで、はい、もう一人助けることができました。待ち伏せか、エミ蹴散らすぞ。それと、こういう最後バトルですね。はい、今回その Wii U 版の太鼓の表っていうのはこのバトルの部分も一つの、面白さの一つとなっていまして、はい、このように集団のエネミーに囲まれたところをこう、はい、エナービームとか、自分のパンチなどを使って倒すというのが、面白さの一つになっています。これで最後
はい、はい、これでじゃあもうどんどん進むと、はい、クリアになります、まあ、このように、村人のこう願いを、叶えてあげて、アイテムを手に入れるっていうのが、まあ、これ本戦のゲームプレイとは違うんですけども、こういうあのサブミッション的なものが、ゲームの中にたくさん用意されていますので、ぜひ皆さんあの村人のお願い事を聞いてあげてください。はい、ありがとうございました。さあここまで